はい、皆さんこんにちは、こんばんは。そしておはようございますの方はおはようございます。中村平です。本日はコンビ企画、スノーマンより岩本ひかるさん羊、そしてラウールさんタヌキ、岩ラウ、こちらを行かせていただきます。はい、スノーマンコンビ企画30通り目となりました。はい、最後のね、オーダーに乗ってきたということで、もう着実にですね、ゴールの方が見えてきております。今回はですね、ダンスの振り付け担当、そしてリーダーである岩本ひかるさん、そしてモデルのようなね、むしろモデル顔負けのそのスタイル、そして圧倒的なパフォーマンス力を持つラウールさんのこの高身長コンビですね、こちらをね、お話をさせていただきます。そうですね、しっかりしたザ・リーダーという雰囲気のこの岩本ひかるさん、しかし中身は優しい羊さん、そしてその先ほども言いました圧倒的なパフォーマンス、そしてその存在感なんですけども、中身はタヌキというまたまた柔らかい印象のラウールさん、このお二人がですね、どういう人物かということをまずは3つのエピソードになぞらってお話をさせていただきます。まず1つ目、いたずら心、そして2つ目、アドバイスとギャル友、そして3つ目、共感、こちらの3つになりますね。そして最後にお二人の相性の方まで分析のさせていただきますので、ぜひ動画の方最後まで見ていってください。このチャンネルは個性心理学、動物占い、そしてファイブアニマルを私中村雄平視点で分析させていただき、皆様の方に解説の方させていただきます。皆様の人間関係、そして自己分析にとても役に立つと思いますので、ぜひ一緒に楽しんで学んでいただけたらと思います。面白いと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録、そしてスーパーサンク、そしてコメントの方までぜひぜひよろしくお願いいたします。そしてメンバーシップ、こちらの方も私運営の方させていただいております。限定のライブ配信を中心に、限定の動画配信、また限定のコミュニティの方などで、やり取りの方できますので、もし、ご興味のある方はご登録の方よろしくお願いいたします。 SNS も各種やっておりますので、よろしければお気軽にフォローの方してください。はい、皆様大変お待たせいたしました。今回も参りましょう。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、今回もウェブに載ってます、情報の方ですね、参考にさせていただき、お二人のエピソードをお話をさせていただきます。まず1つ目ですね、いたずら心。こちらはラウールさんが、まあ岩本ひかるさんへのね、まあいたずらがまあ多々あるということの、まあ情報をね、見つけたんですけども、岩本ひかるさんといえばチョコレート、まあそしてね、まあタピオカ、まあ甘いもの全般なんでしょうけども、まあ岩本ひかるさん大好きということで、まあよくですね、楽屋、まあそして稽古場なのにまあ持っていかれるんですけども、まあそれをまあこっそりラウールさん食べちゃうというね、まあそういったエピソードがあったり、まあ他にも岩本ひかるさんがなんかちょっとね、どっか痛いって言うと、ラウールさんのその悪ガキスイッチというものがね、入るという、まあそういったものが書かれていました。でこのいたずら心なんですけども、ラウールさんの表面のコアラ、これが、そのね、要因かなというふうに思いました。コアラさんって、まあ、なかなかね、そういった印象って持たれないと思うんですよ。どちらかというと、非常に、おおらか、非常にのんびりしていて、ニコニコはしてるけども、悪ガキ、いたずらっていうね、まあ、そういった印象は受けないと思うんですよ。しかし、ぜひね、これは皆さん覚えておいてほしいんですけども、コアラさんは実は、そういった、まあ、遊び心ですよね。持ってるんですよ。非常に楽しいこと、大好きなこのキャラクターになってきますので、まあこのですね、コアラさん、これが原因になり、ラウールさんのこのいたずら、可愛いいたずらですね、そういったものが起こってるんじゃないかと思いました。そして2つ目、アドバイスとギャル友。まあなんだこれはっていう感じになるんですけども、まず、ラウールさんがですね、岩本ひかるさんから、そのライブのそのパフォーマンスですね、やっぱりダンスのっていう面において、アドバイスをたくさんしてくれますと。で、それがやはりものすごく参考になり、すごくしっかりできると褒めてくれるし、まあとてもありがたいということを、おっしゃられていました。で、このアドバイスをたくさんしてくれますという、ここになるんですよ。っていうのは、岩本ひかるさんの本質の羊、そして意思決定の像、これによって岩本ひかるさんは、細やかな職人気質というふうになってるんですね。像さんは、今出ました、
職人気質で、そして羊さんというのは非常にそのね情報収集というものが好きな動物になってきますけども、それを相手に対してもふんだんにアウトプットすることが非常に好きであり、またそれこそが相手も喜んでくれるだろうというふうに思ってるんですね。でしかも山本ひかるさんは隠れ家虎であって非常に真面目であるという気質もありますので、非常にですねそのアドバイスというものは細やかなんですよ。もうちょっと言うと、結構そういうの苦手な人からしたらうって思ってしまうんじゃないかなというぐらいに、もしかしたら細やかになってくると思うんですね。なんですけども、ラウルさんというのはそういった人がねもしかしたらちょっと苦手に思うかもしれないほどのその細やかな職人気質から来るふんだんなるアドバイスというものを全て受け止めるということができるんですね。っていうのはそれはですね、ラウルさんの本質のタヌキ、そして意思決定もタヌキ、そして隠れの小鹿というここの受け身体質っていうんですかね、まあその中でまあタヌキさんっていうのは特に受け身になるんですけども、そういった動物の存在によってその山本ひかるさんの優しさというものを全て受け止めることができるんじゃないかなというふうに僕は思いました。でもう一つのですね、ギャル友というこちらになるんですけども、これは山本ひかるさんが、ラウルさんにですね、他のメンバーだったらもう既読スルーしちゃうようなくだらないような連絡というものもやはり全て受け止めてくれるという、全てにおいてね反応してくれてね非常に嬉しいということをおっしゃられていました。やはり山本ひかるさんの本質の羊というのは根本的なそのコミュニケーションというものが大好きなんですよ。で先ほども言いましたその細やかっていうところがありますんで、もうこんなものを見つけちゃったっていうですね、その情報がたくさんありますので、そのインプットそしてアウトプットがやはりしたいんですよ。でその相手としてこのラウルさんというのはやはり適役だなっていうふうに思うんですよ。タヌキさんにそういった情報を送ってもしっかりと反応してくれる、しかも反応するだけじゃなくてものすごく明るく反応してくれるんですよ。喜んでくれるんですね。なので、本当にですね一緒にいてそのね楽しむこともできるっていうのが、このね、お二人の関係にはしっかりと、あるんじゃないかなというふうに、僕としては思いました。そして最後3つ目、共感ですね。でこの共感というのは、このねお二人のエピソードの中でも結構出てくる言葉なんですよ。似たところがあるとか共有できることが嬉しいとか、まあそういったことをねいろいろ書かれていたんですね。ラウルさんがですねそのとても稽古で辛い時期があった時に岩本ひかるさんの俺もそういう時期があったよというこの一言でふっと心が軽くなったということも書かれていました。要するにここも一つの共感ですよね。俺もそういう時期が同じようにあったよっていうことで、それが単純に言葉だけではなくて、その中身その共感というものがしっかりとラウルさんにも伝わっている、それによって心が軽くなったというね、まあそういった流れになるんじゃないかなというふうに思いました。で他にも感覚や感性を共有できることが嬉しい、まあこういったふうにですね、これは妹ひかるさんがおっしゃられていたんですけども出てきましたよね。ここでもその感覚や感性を共有ですね。共有。やはり、ここでも通じ合ってるところがあります。で、あとですね、弟にしたいメンバーというですね、まあこういった、インタビューの中で、岩本ひかるさんは、物事の捉え方や感性が似ていて、本当に弟みたいとラウルさんのことをおっしゃられていました。っていう風な感じでですね、かなりその共感、共有っていうものが出てくるんですよ。似ているというところが出てくるんですね。で、これは何かというと、はい、共通する動物が要因になってくるんじゃないかと思いました。それはラウルさんの本質のタヌキ、意思決定のタヌキと岩本ひかるさんの希望のタヌキ、そしてもう一つが岩本ひかるさんの隠れの虎とラウルさんの希望の虎、ここが共通してるんですね。でラウルさんにとっては5つの動物のうち本質を含む3つが共通しているので、その共感性っていうものは非常に大きいものだと思うんですね。そしてこの共通する動物が多ければ多いほどやはりその共感というものは大きくなっていきますので、一緒にいての安心感というものが大きくなっていくんですよ。でさらにこのお二人は本質が人思考同士という同じジャンルになってきますので、そういった部分でもより、深いね、共感というものを、感じ取れるんじゃないかなというふうに、僕は思いました。いかがでしょうか。はい、それでは最後にお二人の
相性について分析のをさせていただきます。で、その分析なんですけども、まあ一番最初にですね、やはり思ったのは、そのね、動物がね、共通しているというところの、まあ共感というところになったんですけども、もう一つが、この5アニマル全体を見てでの、やはり相性になってきますね。っていうのは、ラウルさんは、やはり何度も出てきますが、その本質と意思決定というところが、タヌキという、まあ完全にベースはですね、受け身のキャラクターの方になります。プラス、この隠れというのは小鹿で、相手に合わせる、まあ、状況対応柄という風になってきますので、その状況にも合わせますし、引っ張ってくれるという人を基本的には好むんですよ。そしてラウルさんは岩本さんに対して、まあ、尊敬しているという言葉を、まあ、やはりね、年上ということもありますし、まあ、尊敬できる歴の長いね、リーダーということもありますし、パフォーマーということもあるんですけども、やはりそのリーダーとして引っ張っていく姿勢が強い人でもありますので、そういったところにですね、非常に惹かれてるんじゃないかなというふうに、僕は思いました。岩本光さんは表面がライオン、本質が羊、隠れが虎、意思決定が象という、非常にですね、しっかりしてるんですよ。ものすごくしっかりしていて、もう力強く引っ張っていける。アドバイスというのも、はっきり言うことができるんですよ。なんか、恐れ多いっていう感じではなくて、もう本当にですね、こうするんだってことをね、言い切れるんですね、実は。なので、まあそういった姿勢というものに、このラウルさんの動物というものは、まあ惹かれるんじゃないかなというふうに、僕は思いました。で、そして、岩本光さんからすると、希望にタヌキがいる。要するに自分が憧れている動物、こういう風になれたらいいなっていう風に思ってるスタイルの動物がタヌキなんですよ。それをラウールさんは本質と意思決定ということに持ってますので、ザ・タヌキになるんですね。なので、自分がアドバイスとか引っ張るとか、まあ、いろいろしてますけども、自分が憧れている性質というものをラウールさんがしっかりと持っているんですね。なので、ラウールさんっていうのはそういった感性、感覚でいうところの憧れの位置になってくるんですよ。だから好ましいんですよ、非常に。だから余計に可愛がる、面倒を見たくなるんじゃないかなというふうに、僕はこの、5アニマルの相性の方から思いました。まあなので、非常にこの共感、そして一緒にいての安心感というものが、このお二人の、5アニマル上では、まあ強く、出るんじゃないかなというふうに、思いました。そのね、年齢差というものも、感じさせないということを、岩本光さんはおっしゃられていましたが、やはり、これまでにも喋ってまいりました、ラウルさんはそのザ・タヌキの性質によって非常にその精神性、精神年齢というものは高いんですね。だから本当にですね、一緒にいて、そのね、気づかれを起こすとかは全くなく、先ほども言いましたが、一緒にいてのこの安心感というものが強い、一緒にいて非常に心安らぐ楽しい存在なんじゃないかなというふうに、僕は思いました。いかがでしょうか。はい、今回はですね、岩本光さん、そしてラウールさんのコンビ、イワラウについて分析の方をさせていただきました。皆様からですね、いただきましたリクエストの方、可能な限り、しっかりとですね、お答えしていきたいと思っておりますので、ぜひお気軽にコメントの方していただけたらと思います。リクエスト以外にも、ご自身のお悩み、ご相談の方ありましたら、そちらの方にも、やはり、できる限りの中で、対応していきたいと思っておりますので、そちらの方も書き込んでいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。この個性心理学、動物占いの知識が、皆様の生活、皆様の人生の中で、役に立ったらとても幸いです。以上になります。今回も動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。それではまた次の動画、そして次のライブ配信の方でお会いしましょう。ではまた。